柴田道場代表の柴田道秀です。柴田道場は強く優しい心を育て強くたくましい体を育む柔道場です。2019年3月に愛知県刈谷市でスタートし、現在4歳から中学3年生までの40名の子どもたちが日々切磋琢磨しています。柴田道場では柔道を通じて子どもたちの心と体を鍛えます。柔道で培った文武両道の精神で社会に貢献できる人材、どの分野においても世界に通用する人材育成を心がけています。また柔道を通した教育の中で人間教育育成を行い、人として生きていく上で必要なこと、大切なことを指導しています。柴田道場では誓いの言葉を毎日練習前に唱和しています。家族、仲間を大切にし、人を思いやる心を身につけてほしいと思い、私が考えた言葉です。子どもたちには人をいたわる優しさや、さまざまな困難に打ち勝つことのできる強い心を持った人に成長してほしいと思っております。柴田道場では柔道未経験の幼児から入門可能です。指導は柔道を知り尽くしたスタッフが安全丁寧に指導いたします。また柴田道場の活動の様子は Facebook、Instagram にて日々更新しています。興味のある方、お子様に柔道をやらせてみたい親御さん、まずは無料体験や見学をしに来てみてください。スタッフ一同お待ちしております。